フィアット3000はイタリアの軽戦車である。フランスのルノー FT-17 軽戦車をもとに開発され、1920年6月に試作車両が完成、1921年に正式化され、これをフィアット3000突撃戦車1921年型、またはフィアット 3000A と呼び、1923年に量産が開始された、生産数100両、 1929年には改良型のフィアット突撃戦車1930年型、またはフィアット3000バイトの試作車両が完成。1930年に正式化された。生産数は52両。1921年型では空冷式のシーアモット19186.5ミ、mm、リメートル系機関銃を砲塔に2丁。 搭載していたが、1930年型では、ビッカーステルに M3040 後傾 37mm 砲を一門、搭載している。この砲は1920年代後半に開発された対戦車砲で、初速秒速 640m、射距離 100m で30度の傾斜層甲板に対し 47mm の装甲間鉄力を持つ。この砲は後に M11、 39ヤフィアット611走行車にも搭載されている。武装の変更に伴い、砲塔形状も変化しており、砲塔正面が1921年型では一面だったものが1930年型では緩やかな結状に傾斜が付けられた二面で構成されており、37mm 砲はその右面に、つまり砲塔右側にオフセットされている。 また、方頭後部のキューポラと観音開き方式の乗降用扉は共に、1921年型では方頭後部真後ろにあるが、1930年型では方頭後部左側にオフセットされている。これは、方頭右側を砲が閉めたために、社長兼法主が方頭左側に移ったためである。エンジン出力と、 路上最高速度も1921年型の 45HP50HP から1930年型の 63HP65HP に向上している。ルノー FT との違いとしてエンジンを横置きにし、車体後部の両側面に消音機がついている。オゾリは1930年代後半には撤去された。なお、1930年代後半に名称変更が行われ、 6.5mm 機関銃装備型は L5-2137mm 砲装備型は L5-30 と呼ばれるようになった。同時期に L5-21 系戦車90両が c m オット1 9 1 8 6 5 m、mm、m 系機関銃からフィアットレベリ M358mm 重機関銃、またはブレダ M38 車載機関銃に換装された。 第二次世界大戦時にはすでに旧式化して治安維持や幼稚警備に用いられていた。1943年のシチリア島における戦いでも未だ使用されており、連合軍と砲火を交えている。日本でも1930年代初期にフィアット3000バイトを数量輸入している。武装はフィアット 3000A と同じ 6.5mm 基銃の連装である。同時期に輸入した。 ルノー NC27 系戦車やビッカースロットン戦車との比較検討用と考えられる砂漠のライオンブルドーザーを改造したレプリカ車両が登場するワールドオブタンクスフィアット3000の名称でイタリア軍技術ツリーに登場 L530 使用ありがとうございます